いよいしょよ、ライクションです。今日もやっていくんですけど、今日はですね、新環境になりましたということでね、結構いろいろな、バランス調整がね、加わってね、なんかめっちゃ今、バランスがいいらしいというね、噂なんですけどね、今日はね、そのバランスをね、こちらの、エリポン進化ゴブジェでね、ぶっ壊していきたいと思います。ということで行きましょう。このね、ゴブジェデッキ、なんかゴブジェね、進化が来て、で、性能としては、2回に1回進化っていう感じで、体力が半分以下になったら、背中からなんかそのゴブリンを生成しながら戦うみたいな感じのデッキらしいんですよ。デッキじゃねえや。カードらしいんですよね。そう。で、あと、変わったところで言うとね、バランスで。言うと、このね、ダガータワーがすっげえ弱くなったらしくて、なんかプリンセスタワーの使用率が 50% 近いらしいんですよ、今。そう。だから、タワー、なんかやっぱ今ね、クラロアがちょっとシャバかったのって結構ダガーのせいがあると思うんですよね。やべえ、なんかそっか、これも狭くなったんだ。そういえばゴブリンの呪文もなんかめっちゃ狭く見えるな、こう見ると。呪いか、ゴブリンの呪いもあれかな、ダメージ、与えるダメージがね、120% になっていたところ、135% か。35% アップだったところが 20% アップになり、そしてね、今みたいに半径がね、小さくなりましたと言ったところで、強すぎる奴らがね、結構下放されてね。でもカードのバランスは正直ね、俺的には、何でもいいかって感じだったんですけど、タワーがね、下放されたのマジで嬉しいね。本当に。なんかもうマジダガータワーだけだったんでね。一体今使ってるんですけど、なんかさっきのちょっとした攻防だけでもすっごく遅くなったように感じました。確かダガータワーはなんか1回の攻撃速度が落ちたのと、回復1回そのダガーが切れてからの回復するのも結構遅くなったみたいな感じだったかな、確か。そうで、このプリンスね、プリンスはこんな感じで今までは 1.5 マスで走ってたところが2マスで走るようになりました。これはどうなんだろう。変わらず強いかなっていう、超ぶっ壊れが、ぶっ壊れになったぐらいの感じなんじゃないかなっていう思いますね。ぶっ壊れが壊れになったぐらいか。そんなもんか。はい。ってことで、どんどんやっていきましょう。今ね、みたいにね、ゴブジャイが背中からね、どんどんゴブリンを出してくれます。なので、これがね、今日は楽しめそう、こいつで。で、イリポン立てまくって、とりあえずゴブジャイでね、かっ飛ばしていくっていう感じの、似たようなデッキが今ね、ちょっといますね。エリポンだったりもあるし、ゴブジャイ全盛期の時にね、よくあった、半年前とかにあったデッキなんですけど、新鋭対ゴブジャイとか、なんかそういう感じのデッキが割といます。さあ、これは、呪い千万マジで。すっごい狭く感じる、本当に。やべ、ちょっと待って、最悪、最悪、はっ、あぶね、うわ、ガチか。なんか、しゃばいな。あ、やべ、エリポンまで行かれるやつだ。ちょ、しょっぺ、やばい、これ、スパーキ行ってくれ。やべえ、ガチでしゃばい。よいしょ。はい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 。オッケー、一旦ね、ハンデね、これ。ねえ、プリンス出す前からなんかスケブを出すなよ。出すな。とりあえずエリポンで、よし、もうマジで勇気のエリポンいきます。ここは、で、エリババが来て、何が来たっけ、その後、ベビドラが来たのか。でも今回は、あれですね、進化系で受けられるから、ベビドラのタゲだけ取っておきたいかなって思うので、オッケー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 。よし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 。これ完璧だな、この受け。よいしょ。はい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 。いや、マジで熱い。これマジで熱いぞ。いやー、でも、あれ、スケブ、割いてないか。一旦言っとくか、これ。一応、スケブを、よし、ここら辺出しとこう。来た！行け！ゴブリン召喚！これ、ウッドないから、マジで、ハゲそう、相手。行け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 ！よし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 ！まずは1本。素晴らしい。いや、これ難しいな。
一回リトプリだけこっちに生存させておいて、マシン出して、でこれ出してレイジからの、レイジでゴブリンにしてタゲ取って、はい、あれ、はい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 、あれ、なんか俺の思ってる感じになってない、ゴブリンがあんまうまく生成されてねえな、やっぱよいしょ、いやーうまい、いいね、よし、これでリボン2つ作ったんで、こっからも後から、あとは後ろから貯めて打ちかますだけ。いやこれ右折れそうだな多分。これ端っこにプリンス出してね、逆再誘導されないようにして、まあ、こいつはワンチャンね、マシーンは行かれるかもしれないんだけど、これ打っちゃおうか。よし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 。いいよ。これは一発、あ、一発許容しようとしたのに。いやでもいい。でもいいぞ。いけ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 。いや、スケ倒せ、ウィザード熱っ！で、これあとスケベにレイジ打って、よいしょ。勝ちですと。はい、素晴らしい。いや、いいですね。いや、なんか、あれ環境良くなったはずなのに、カオスか、さては。また。またやんの、俺ら、これ。1ヶ月。そんなことないよね、まあ。タワーのね、あれが今のところ感じられてないから、あんまり攻められてないからな、相手に。マジで、ダガータワーが、結構、本当になんか、プリンセスタワーの方が強いんじゃねえかってぐらいっぽいです。巷の噂によると。一旦、あとあれか、なんだっけ。やべえ、あいつ、あのタワーもう一個、ブラスターだ。ブラスターのもうね、使わなすぎて名前忘れちゃったわ。ブラスターね。ブラスターくんも、まあ、プリンセスタワーが使われるならね、ブラスターが使われる日も近いと思いますね。マジと同じぐらいの強さだと思うんで。よいしょ。これプリンスつけて、いっちまいますか。いけ。呼び、あー、熱い。いや、ただ、ただだな。OK、いいね。おう、で、ほら、見て。こんなにも弱い。なんか、ほっといたら勝手に守ってくれる感じがなくなった。マジで。よいしょ。いや、素晴らしい防衛。いや、これ真ん中行っても良さそうだな。ちょ、ゴブリン、あー、ゴブリン、1ゴブリン行かしたかった。けど、まあまあいいでしょう。これ、レイジで。いや、マジか。ちょっとシャバそうなんで。ゴブリン、1.5 秒に1体って言ってたけど、まあなんか今ぐらい即処理されると、あ、でもタワーに結構入ってんな。今ぐらい即処理されるとちょっとシャバそうだね。やっぱあれだ、ダガータワーマジで遅くなってるわこれ。よし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 、まあまあまあ1本ぐらいはね許してあります。これ左下にリポン置いて、まあ、もしね、左攻められても、プリンセタゲ取ってからの進化スケとかで多分守れるんで。うん。まあ、これプリンス後ろから出しとくか。で、右のタワーはまあ、一応マシンだけ出して、もう一枚、これもね、あれですね。守れそう、普通に。このくらいで守れそうだったら守って、なんかよりね、強めの力を割いてほしい。相手がガチで来たところを、くるむしして、金降臨に行きたいって思ったけど、普通に折れそう。プリンスはでもやっぱまだ強えな。ゴブジャイはね、正直わかんないっすね、なんか。どうなんだろう、これ。ゴブジャイ強えのかな？なんかくっちゃくちゃの盤面を作れれば強そうだけど、普通になんか、施設とかでね、進化テスラとかなんかその辺で守られた時はまあまあ当たり前に止まりそうではあるかな。うん。まあ今ね結構物珍しさで使われてはいるけど。どうなんでしょう。まあ、進化ゴブジャイ、進化ナイトとかで使われるデッキはあるだろうけど、
超爆流行りって感じではなさそうな気がする。これはマジのフル許容して、よいしょ、これこらえてちゃんといきます。差し前に、うん、まあ気持ち早いぐらいだな、マジで走り出すの。これ呪文構えたいね。よし、 OK。 まあいらんかったかいらんかった気もするが、バルキリーに対してプリンサーをしたいんで、ここはまあリトプリでもいいかな。リトプリは正直ね、今ね、マジで使う意味そんなないぐらいの強さです。まあこういうなんかエリポン立てて、なんかぶち詰める系のデッキでは、多分、まだまだ現役かなっていう感じだけど、なんか普通にその、防衛の要をリトプリにするみたいな、そういうデッキはもうね、結構成立しなくなりました。そのくらいの弱さではあります、今。おお、盛り上がってんな。いや、今の距離とかもね、さっきまでの、前シーズンまでのプリンスだったら、まあ刺さってたんだろうなっていう感じがする。走ってた気がするね。よいしょ。ああ、ダガーマジで遅いわ。で、これでしかも、チャージが遅くなって、しかも遅くなったんでしょ。で、こんなんとか当たり前におられるようになるよね。ああ、マジで、おで、火力下がってる？これ。え、なんかマジですごく弱い気がする。うん、遅いね。いやー、わかんねえ、これ。でも、マジで、同じぐらいなのかな？強さで言ったら。よいしょ。はいはいはい。うわー、プリンス、クソ溶かしされた。いやー、これ真ん中行こう。うわー！出た！吸い込みくんだ。やべえ、まず。え、これさぁ。や、走ってくんな、俺のプリンスが。マジでシャバいな、これ。絶対勝てよ、マジで。やばい！いや、でもいい。いいの、整った。行きましょう！ここしかない。で、リトプリ添えて、で、まずはここ、スキルを先に打つ。オッケー、素晴らしい。で、からのプリンスからのレイジ。いや、待て。ここは、先こっちか。いけ！で、からのレイジ。よし！さすがにいった？あぶねえ！どうだろう？あー、マジでわからんな。でもなんか、ダガータワーの、本当になんか、ちょっとね、強すぎない気配を感じました。なんかマックス触ってても結構、そんな、なんだろう、バルーン、あんまやれてなかった気がすんだよね。まあ、バレルとかに対してでもまだまだ強いかな、多分。うん。さあ。まあ、これプリンス足しちゃおうかな。プリンス足して攻めまで考えて。あとはリトプリで。よいしょ。まあ、ここまで行ったらやっぱ強いよな、リトプリも。ここはちゃんと、もじゃもじゃにして。OK。はいはいはい。まあ、ここスキルいってよさそうだね。ここなんか出てきたらね、低めで守ってからのカウンターもできるし。あー、マジで。火力下がった？ダガータは何か、回復速度が遅くなったのは絶対確かで、攻撃速度も下がってるの、これ火力までいってるかな。さては。なんか一発ごとに、遅すぎてそう見えるだけなのかな。なんか一発ごとめっちゃ少なくなってる気がするけど。なんでおめえがわかんねえんだって話っすよね。いや、マジでな、なんでわかんねえんだろう、本当に。さあ、結合じゃない。アキラマーか、これ、相手。よし、行こう。気を取り直してね、行きます。ベンダーだ。いいね。うわぁ、ゴブジャイ、でもね、進
かってなったらケツから出すのが正解なのか。まあプリンスもリトプリもあるから、まあ出しておくか。弱体来ても守れるしね。ほう、なるほど。まあこれはプリンスつけてもライドラ来たらめんどくさいな。あー、まあこなそうではある。一旦プリンスつけて、これはこれはもうステプリンスですね。敵陣でエリゴレを溶かしてもらう要因で、あとは低めにリトプリ出して、はいはい、やばい、いらんことしたかこれ。やべえ、めっちゃおられそうじゃん俺。ギリセーフじゃないこれ多分。いやギリセーフだけど、マジでギリセーフなだけだな。次組まれたら絶対折れるんで。いや今の何が悪かった、うわー。いやこれどうしよう。いやこれ一旦エリポン出して、あれだな、タワー鬼許容してここら辺に出して、え、しまって、どうやって守ろうこれ。これインドラから竹取れたりするかな。さすがに無理だよね。許しちゃくれないよな。許しちゃくれそうかこれ。いや悪くなさそう、悪くなさそう。オッケーオッケー。いやこれインドラだけ処理できれば、オッケーオッケー。あとはプリンス、オッケー、よし。いや素晴らしい、ガチでいい、ガチでいい。いやマジでいい。よし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 。ちょっとなんか金が危なそうなんで、こいつも添えていってあげて。やつい、これ溶かせそうだな。カルチが来るだろうけど、いや熱いぞ。うわお前、待って、そっち来るのは違う、マジで違う。それはこれちょ、マシンで竹取んねえと。やばい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 。よし行ってこい、マジでマジで。さすがにオッケーオッケー。ちょ待って、ゴブリンあれだった、ゴブジャイ出したと思ったらマシンだった、見てんだよ。ちょマジで頼む、オッケー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 。オブジェ出して、いけてるかなこれ。プリンス出して、これフリーズとか来たらちょっと怖いけど、さすがに大丈夫だよね。オッケー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 。これレイジ打って、よし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 。でこれインドラがどんくらい解けるか見よう。うわ弱えわこれマジで。え、ちょっと待って、これマジで弱い本当に。インドラ3分の2ぐらいの、まあ、4分の3ぐらいか分かんないけど、ちょい削りインドラが全然なんか無視できないぐらいだったんで今。これ火力も落ちてんな、多分。てか、だから6本とかになった、これ。ちょ、待って、見して、あんた。6本とかになってる ?8 本だ。ってことは火力下がってんの、絶対これ。多分だけど。火力下がってる気がする。うーわ、マジか。まあ、いっか。はい、ってことで、今日やっていったんですけど、このね、まあ、ゴブジャイは、しばらくは使われるのかな。で、呪いは多分まだ2コストなんで、全然強いっていう感じですね。まあ、プリンスも強い。マシンもまあまあ、なんか、ぐちゃぐちゃのデッキには入れても強いって感じかな。デッキは選ぶけどって感じ。はい、ってことで、やっていったんですけどね。まあ、タワーが弱くなってね、おもろくなるかなっていう感じなんでね。ぜひ皆さんもやってみてください。ってことで、今日はこれで終わります。お疲れ様でした。